遅くなった。誰だ？敵の船は全部沈めたじゃねえのか。いかん、船が限界だ。海底に何かいる。こんな小舟で嵐の海に出るなんてバカかお前ら。お主、海を舐めすぎだ侍ども。おい、今度は逆から。向こうの港にバカみてえに船と侍が集まってたが、あれはなんだ。あやつは邪魔で沈めてやろうかと思ったぜ。ルイ殿、皆無事なのか。結局来んのかよギザオ。麦わら、カイドウの首をてめえにやるか。聞いてない状況だぞ。ラフェヘ、話が違うぞ。小舟に乗った侍たちを沈めるだけだぞ。こいつら海賊じゃねえか。捕まってるはずの最悪の世代。お前ら何侍の小舟いじめてんだ。海の素人が無茶しやがって。ここはてめえらの出る幕じゃねえ。海は海賊が相手だ。